じゃあ次ですね。今度は100ページをご覧になってください。神奈川県の問題ですね。で、これ見開きで、いいか。いわゆる年収53は、この展開図からこう、自分で組み立てて、なんていうの、見取り図って言うんですか。組み立てて、立体図を作って考えるって問題で、年収54はこのような立体図から自分で必要な部分、展開図をイメージして必要な部分だけを切り取って考えるっていうように、一応意識して並べたんですね。展開図から立体図、立体図から展開図がちゃんと、基本的な部分がちゃんとこう、頭の中でイメージできるかどうかっていうのを 確認したいためにこの問題、見開きで並べたんですけど、じゃあまず神奈川県の問題からいきましょう。右の図は AB6 角 ABC が9、あ、60度、角 ACB が、え、角 ACB が90度の直角三角形 ABC を底面とする三角柱の展開図である。だこれがイメージできるかどうかですね、皆さんがね。で、また、点 G は線分 DE の中点である。この時、この展開図の点線で折り曲げでできる三角柱について、次の問いに答えなさいですね。はい。そうしてですね、なんか四角形 ADFE が正方形であるのか。なるほど、なるほど。ちょっと書かなきゃダメかな。どうしようかしら。問題文しっかり読まないと、条件が足りないっていうふうに本番だとパニクっちゃうので、しっかりと問題ね、読んでくださいね。これだけですね。で、これって案外だって、展開図をこうよくさ、小学校1年のところで展開図あって、この辺とこのどの辺がこう重なり合いますかという問題よくやったと思うんですけど、その辺をしっかり分かってないとしんどいんですね。で、これちょっと図が悪いな。図が悪いな。それでもちょっと図が悪いかもしれないけど、許してください。で、これが D か。こんな感じですね。で、よいしょ。で、問題はまずこの体積求めればいいでしょ。だから体積ですから、これ底面積かける高さでいいわけですよね。で、底面積だから必要な底面積はどれかっていうと、底面積は三角形 ABCD だでしょ。で、高さはどこに対応するかっていうと、高さはどこかっていうと、AD ですよね。高さは AD だ。じゃあまず三角形 ABC から求めていきましょう。そうするとこれ、30度、60度、90度ですよね。
30度、60度、90度。ということは、一番短い辺を1としたときに、長い辺、斜辺は2になる。2倍になる。2になるから。ということは、長い斜辺を2、2分の1をかけると、一番短い辺出てくる。そうすると、この BC の長さっていうのは、1対2対ルート3の関係から、6かける2分の1で3になる。よろしいですかね。今度は AC っていうのは当然一番短い辺に対して1に対してルート3だから AC っていうのは3ルート3になる、ね、だからまず三角形 ABC の面積は面積は底辺かける高さかける2分の1 2分の9ルート3、まあ、ルート3下に下ろしてもいいですけどね。これが面積。で次高さなんですけど、一瞬悩む人、私も一瞬なんか問題少しこう軽まあいけないんですけどね、まあ、軽く見てパーッと見るとあれ高さないと思ったらば、問題文の2行目の最後ですね。で四角形 ADEF は正方形であると。これ正方形なんですね。正方形だから全部長さ等しいんです。でそこでこれを組み立てると、実はっていうのも変ですけど、この AF っていうのはこの AB に重なるんでしょ、必ず。ということは AF は6じゃなきゃいけないんだ。だとそうすると当然 AD も6じゃなきゃいけない。まあ6で6センチっていうんですね。あ、だから AD が6センチだと分かって、また図よりですよね。図より。AD は6と分かると。ね。よろしいでしょうか。なんか当たり前なんだけど、なんか気を抜いてやっちゃうといけないんですけど。このぐらい簡単だろうと思ってボーってやったら条件読み忘れてね、これ正方形ですか、これが正方形だっていうのが分かんないと AD 出てこないですからね。ね、だよっていいか、ここにはなくてこっちで、ね、よって求めたい体積ですね。だから求めたい体積は底面積は2分三角形 ABC 1対2対ルート3、いいですね。はい、いいですね。三角形 ABC は底面積底辺をかけるとかで理由だね。いいんですね。はいはい。だから底面積2分の9ルート3かける高さね。底面積かけると円柱だからね。これかける3分の1やつダメですよ。水じゃなくて柱だからね。3でしょ。27ルート3立方センチメートル。どうでしょうかね。いかがですか。あ、これはそんなに、いわゆるちゃんとこれ問題文読んでるかですね。四角形 ADE 正方形であるってことがちゃんと分かってるかってこと、対応組み立てたときに AF が AB と重なるから AF も6で正方形だから AB も6だっていうふうにちゃんと読み取れるかどうかっていう、まあ本当に基本の基本ですけどね。よろしいでしょうか。じゃあ2番いきましょう。2番は何かっていうと、この三角柱においてここなんですね、2点 C 違う点、まず G があるんだね。点 G がここにあるんですね。点 G があります。で C と G 間の距離を求めたと。距離を求めこれここ結んでやっちゃダメですよ。これこう結んで、こんな、この直角三角形でこうやっちゃダメですよ。この CG はこの平面上の直線じゃないですからね。空間上の直線ですからね。
だから今度ここでは組み立てなきゃいけないんですね。これが組み立てられるかどうかっていうとこが問題なんですけど、書けるかな、書けた方が分かりやすいな。C と G こんな感じなのかしら、こんな感じでいいのかしらね。B C B に対応するのが E だからね。B Eで、G は、0以上だからここか、ここに、まあこんな三角柱ですね。よろしいでしょうかね、そうすると C と、あ、これ E じゃない、これが G だ、こうですね。でそこで C と G を結べってですね、あ、ずれちゃった。ずれちゃった。こう結ぶんですね。C と G を結ぶんです。その時に、このいわゆるこの C と G の長さを求めてくださいっていうんですね。そうすると、方針としてはもう、なんだっけ、前の演習51でやったように、とにかく直角三角形をとにかくどんどん作っていくって発想が大事なんですね。この G がじゃあ演習51を思い出してくださいね。よし、そうすると、G と H をこう結ぶと、よし、この三角形 CHG っていうのはこれ絶対直角三角形なの、ここが直角だから、ここがね。でこうすると、ですね、まず三角形 CGH、 まあ CHG にしよう、どっちでもいいか、まあどっちでもいいですけど、直角を間に挟んだ方がいいかな、 CHG にしよう。でこれ角 CHG イコール90度の直角三角形なんですね。で今求めたいのは CG でしょ。そうするとまあ方針としてはもうずっと演習51でお話ししたように、とにかく求めたい辺長さを斜辺とするような三角、直角三角形をどんどん作っていこうと。でもしこういうこの三角形でに着目して CG を求めたんですよね。文字上は、GH の事乗プラス、まあ、CH の事乗だ。だから GH と CH の長さが分かればいいかなって問題じゃないですか。ね。で、CH は分かるんですね。CH の長さ、なぜかっていうと CH の長さっていうのは、今これですからね、今これ高さだから、 CH ってだから AD の長さと等しくなきゃいけないから、 CH の長さはもう6って分かるんですよ。 AD6 って分かってるから、 AD6 って分かってるから、だからあとは GH さえ求めればいいわけですよ。 GHGH さえも飛んでるわけですね。そこで、そこでなんですけど、これはこう、蓋がこうなってるから、そうだね。
するとまずですね、この三角形だからここは DHE こうなってるのね。まあ、この三角形 ABC の三角形 DEH は合同じゃなきゃいけないから。で、まあ、対応としてはこうなってるわけですよ。ね。で、今 G っていうのがちょっと真ん中でしょ？ここ。だから、あ、いや、まずいいや。どうしようかな。こっちでやろうか。ここは60度ですよね。60度ここだからね。で EH っていうのは BC の長さ等しいからここ3なんですね。だからここ3なんですよ。だからこっちの両方でこう比較しなきゃいけない。次、今こう EG ってありますよね。EG っていうのは G は ED6 の半分だからこう3なんですよね。だからこの GE もここも3なんですと、どうするって、まあちょっと一応 C で書いておくと、これでね、三角形 EGHH、どうやってるかっていうとこうなるんですね。これがいいです。でどっちにしようかな。このまま持ってくるからこっちにしようかと、こっち H、 EH3 です。 EG も3です。各GEH こう60度です。二等辺三角形だからあと残り120度半分しなきゃいけない。ここも60度、こっちも60度になります。3になりますね。と三角形この、EGH これ正三角形なんですね。正三角形よろしいでしょうか。そうすると GH もこの青い部分もちゃんと分かってしまうということですよね。これもあの展開図の方で分かった情報を書き込んでいくと、そこからこの青い部分が読み取りしてしまうんだと。そうするとほら方針として GH が3って分かりました。で、あとはもうこれ代入していきましょう。大丈夫ですかね。まずこれを組み立てますよね。組み立てます。で、今 CG を斜辺とする直角三角形を作ろう。演習51でいっぱいやりましたよね。あの感覚です。そうすると GH をいやおなしに結びたくなります。そうすると三角形 CGH っていう直角三角形ができます。で、CH に関しては高さだから AD と等しくなきゃいけないから CH は6っていうのが分かります。そうするとあとは我々にとってはこの GH さえ欲しいんだと。じゃあこの GH をどうやって求めるかっていう時に、今この展開図から読み取った情報をこちらに全部書き込んでいくと EH っていうのは BC の長さと等しいから3になるのが分かった。でEG っていうのは点 G は ED のちょうど中点だから ED が6だから EG はその半分のが3だと分かった。で条件で各 ABC と各 DEH は書き等しくなきゃいけないでしょ。これ合同じゃなきゃいけないからね。対応する角が1だから60と、そこだけちょっと出すと二等辺三角形でなおかつその間の角が60度っていうことは残りも全部60度なんなきゃいけないから、三角形 EHG は正三角形なんだきゃいけないと、 GH も3なんだきゃいけないというふうに
そしたら我々が欲しい条件全部方針を立てて、その方針の中で必要な部品はをどんどん埋めていったらば埋まったの。あとはこれを解くだけですよね。だから3の1乗プラス69プラス345で言いました。だからこれ5億40ですからね。だから4×35=35cm F になった。だからこれ図を書いて展開図から読み取って、こういうふうに読み取って立体図こうやってやっていく、こう両方と比較しながらやっていくっていうんで、どうなんですかね。苦手な人は苦手ですよね。いかがでしょうか、ね、まずこの図がちゃんと書けるかですよね。あの意外とあの早がてした人はここに CG 引いて、この三角形なんだろう CHG で三平方の定理を求めちゃう人多分何人かいると思うんですけど、これ空間だからね、だからこっちが書けないと、こことうまく展開図をうまく対比してね、条件を入れていくといいわけなんですけどね。あの優しそうな基本的な問題ですけど、いい問題だと思いますね。こっからこれ書いてね、うん、なかなかねしんどいですよね。 F とかさ消えちゃうんだもんね、アルファベットがね。そうそうそう、まあいかがでしょうか。ということで、どこの問題だっけ、神奈川県の問題はこれで終わりにしたいと思います。よしですかね。しっかりとこういうの慣れておいてください。いいですか。よし、次、今度は高知県の問題ですね。101ページ演習54ですね。図を書くの慣れてないとなかなか図書けないんでね、皆さん、あの特に中学生の方って定規を使って図を書こうとしますんで、外も書けなくなっちゃいますから、特にフリーハンド、ね、手書きで定規使わずに図を書くように、あの学校の先生に怒られちゃうんですから、自宅学習の時はあの手書きでね常に図を書くように、円もそうだし、そういうの意識しないと高校行ってから大変ですしね。では、次101ページ演習54、演習54、今度は高知県の問題です。右の図は ABCDEFGH を頂点に持つ直方体で AB が4、AD が3、AH が2である。この直方体に頂点 A から辺 BC を通って頂点 G まで糸をかけた。かけた糸の長さは最も短くなる時の糸の長さを求めよ。ただし糸の伸び縮み及び太さについては考えないものとする。そうですね、うん、だからこれあの面上をこうたどるんですね。最短距離だったら中をこう斜めに引いちゃえばいいんですけど、その面に沿っていくっていうわけですよね。その最短距離っていうのはまずこの問題はもう有名な問題ですよね。で、2点間の最短距離、これ最短距離って書いてある。最も短くなるですね。最短距離。あの図形で、数学で2点間の距離したら完全に最短距離を言うんですけども、2点間の最短距離はもう必ずですよね、必ず直線であると。当たり前ですけどね、直線であると。そうすると、この立体図を、必要な部分だけ取り除くと、まあちょっと簡単に書いてるけどね、こうやってね。で、こうなるわけじゃないですか。ABCD。こうなってるわけですよね。で、
FGH となってるわけじゃないですか。で今我々が必要な、面はどこかっていうと、これだけなんですよね。ここの部分だけある。ここの部分だけ。ここの部分だけ。この部分のところでこう、なんだろう、ハサミのカッターでこう切って出しちゃえばいいわけですから、これ取り出すとどうなるかっていうと、A、B、F、G、C、D、こうなってるわけです。で、ここに何この点はどこかでしょ。この点どこかっていうところが最短距離になるたびにどうしたらいいかって言ったら、2点間の最短距離、 A と G の2点間の最短距離を比べる直線である。だから求めたい、作図の方でありましたよね、最短距離になる時の交点を作図しなさいとかね。だからこれが、最短距離なんですね。そうすると今 AB が4でしょ、 AD が3、 AB が4でしょ、 AB が3だからここが3で、 DF、 DH が2ですから、BF も2だと、こうでしょ。だからもうこの三角形ですよね。この青い三角形の斜辺の長さが最短距離になるということですよね。だから青い三角形のここは4たす2で6で、ここは3でしょ、こう直角ですからね。だからもうこれで一発ですよね。だから右上の三角形 AFG より AG の2乗は FG の2乗、 AF は 4×6 の2乗、 FG は3の2乗ですよね。だから AG は10と45、正の長さですからね。だから5個45だから35、単位はセンチメートルか、というふうになる。だから必要な部分だけを切り取ってね、今回はこれでいいんだと、よろしいですかね。だからさっきはなんか、さっき散々言ったらいいや、とにかくこのように展開図でね、必要な面だけをこういうふうに取り出してきてやるっていう、そうするとすごく単純化したできるんでね、問題をよろしいでしょうかね。これで高知県はいいのかな。そうですね。じゃあこれで、53、54ね、展開図から組み立て図、立体図で、立体図から展開図に戻して考えるっていう問題を一応やりました。よろしいでしょうか。でこれで、これで一つ終わるんですね。次は新しい項目になりますんで、じゃあここまでしっかり復習しておいてください。